素数。素数、素数とは、より大きい自然数で、聖な約数がと、自分自身のみであるもののことである。聖な約数の個数がである、自然数と言い換えることもできる。より大きい自然数で素数でないものは、合成数と呼ばれる。一般には、素数は、大数体の整数間の素元として定義される。そこでは、 半数などの同伴なものも素数に含まれる。このため、有利整数間フォーミュラ1での素数は、有利素数、有利素数と呼ばれることもある。最小の素数はである。素数は無数に存在する。したがって、素数からなる無限数列が得られる。素数が無数に存在することは、紀元前3世紀頃のユークリッドの著書、言論で、すでに証明されていた。 自然数あるいは実数の中での素数の分布の様子は高度に非自明でリーマン予想などの現代数学の重要な問題との興味深い結びつきが発見されている。分散コンピューティングプロジェクトギンプスにより史上最大の素数の探求が行われている。2018年12月現在で知られている最大の素数は2018年12月に発見された。 それまでに分かっている中で51番目のメルセンヌ素数であり、十進法で表記した時の桁数は2486万2048桁に及ぶ。素数とは、自明な性の因数と、自分自身以外に因数を持たない、自然数であり、出ない数のことである。つまり、性の因数の個数が2である、自然数である。例えば、は、 正の因数がのみなので素数である。一方では、正の因数がなので素数ではない。素数ではない以上の自然数を合成数と呼ぶ。さらにを除く素数は奇数であり、奇素数と呼ぶ。重心、表記、10イコール2語では、以外の素数は1の位がのいずれかである。100以下の素数は25個存在し、小さい順に次の通りである。さらに、 1000以下の素数は100以下のものを含め168個存在する。101以上で1000以下の素数は小さい順に次の通りである。以上の自然数は素数の積で表せる。その表し方は積の順序を除けば1位であるという素因数分解の可能性、一位性が成立する算術の基本定理。すなわち素数全体のなす集合は自然数全体のなす。 集合の情報に関する最小の生成形である。言い換えれば、これは素数は自然数の構成要素であるなどとなる。素数の定義であると自分自身でしか割り切れないという条件。規約性は抽象大数学において、漢の規約元の概念、一部の間では素源の概念と一致するに抽象化され一般的に取り扱われ、一般の間で 任意のもとは、規約元の席に分解され、しかもその表示は一位であるという性質は経ウである。例えば、ネーター間では、任意のもとは、規約元分解が可能であるが、その表示が一位ではないネーター間の例はいくつも知られている。一位に、規約元分解ができる間は、一位分解間と呼ばれ、規約元分解は、素元分解ともなる。素数の定義を、自明でない。 自分自身以外約数の席に分解できない自然数と考えた場合を素数の定義に含めるか含めないかが問題となる。古代ギリシアでははそもそも数自然数であるとさえみなされなかったのでは素数ではなかった。一方、19世紀にはは素数であると考える数学者が多く存在した。例えば、レーマーのまでの素数表。 あとの1956年に、再版では、素数和から始まるものとして書かれている。アンディルベーグは、お素数だと考えた最後の専門的な数学者だと、言われている。と無数の素因数分解を与えることになり、一位性が成り立たなくなる。さらに、以外の素数で成り立つ様々な性質がある。例えば、自然数とそれに対応するオイラーのファイ関数や、約数関数の値とのかりなど、 紀元前1600年頃のエジプト大に中間期において素数に関する知識が部分的に知られていたことがリンド数学パピルスなどの資料によって示唆されている。例えば分数をエジプト式分数で表す場合、素数と合成数の場合で異なる計算をしなければならないからである。しかし記録に残っている限りにおいて明確に素数を 研究対象としたのは古代ギリシア人が最初である。紀元前約300年頃に書かれたユークリッドの言論には素数が無数に存在することやその他の素数の性質が証明されている。また、ユークリッドはメルセンヌ素数から完全数を構成する方法を示している。ギリシアの数学者エラトステネスにちなんで名付けられたエラトステネス古いは 素数を列挙するための計算方法である。古代ギリシア時代の後、17世紀になるまで素数の研究にはそれほどの進展がなかった。1640年にピエールド・フェルマーは、フェルマーの小定理を未証明ではあるが述べた。この定理は後にライプニッツとオイラーによって証明された。素数が無数に存在することはすでに古代ギリシア時代から知られていて、 ユークリッドが彼の著作、言論の中で証明している。上記のユークリッドによる証明以外にも素数が無数に存在することの証明方法が存在する。与えられた自然数が付かずであるか合成数であるかを判定するためのアルゴリズムが多数考案されている。最も素朴な方法は、から以下の素数まで順番に割っていく、試し割りと呼ばれる方法である。 が、以下のすべての素数で割り切れなければは素数である。試し割りは、が大きくなるに従って、急速に速度が低下するため、実用的ではない。任意の数に適用できる試し割りよりも高速なアルゴリズムが考案されている。また、特殊な形をした数に対してはより高速なアルゴリズムも存在する。素数判定は、 与えられた数が数であるか否かだけを判定するものであるが素因数分解とはより強く与えられた数のすべての素因数を列挙することであるとも言えるある自然数までにどのくらいの素数があるのかという問題は基本的だが非常に難しい問題である素数のないいくらでも長い区間が存在する例えばに対して 連続するこの自然数はそれぞれより小さいで割り切れるので、どれも素数でない。また、比較的小さな数では、空まで5連続で合成数である。この区間の最初の値和を、終了の値和をその区間幅についてはを参照。これに関して、次の素数定理は有名である。この定理は1896年にアダマールとドラ・バレプさんによって、 独立に証明された。が成り立つ。この定理は1792年に15歳のカールフリードリヒガウスによって予想されていたガウスが最初に予想したのかどうかは不明。この定理の証明はゼータ関数と複素関数論を用いる高度なものであったが1949年にアトル・セルバーグとポール・エルデシュは独立に初等的な証明を与えた。 この評価式は、リーマン予想を仮定すると大幅に精度を良くすることが、できる。次のような定理もある。この主張は、任意の素数の次の素数は未満とも言い換えられる。従って、2017年5月現在知られている、最大の素数の次の素数は未満である。しかしながら、例えばとの間に素数が存在するかという問題は、未解決である、ルジャンドル予想。 2015年にゴールドバッハの予想検証プロジェクトは以下のすべての素数9計5676兆2609億388万7607個約10個を計算したと報告したが結果は保存されていないしかしながら素数係数関数を計算するには実際に素数を数えるより高速な公式が存在するこの公式を使って 以下に19外2532計391兆6068億396万8923個。約2個の素数があると計算れた。また、別の計算によると、リーマン予想が真であると仮定した場合、以下に184外3559計9767兆3492億86万7866個。 逆二個の素数は存在する。素数の逆数の和は無限大に発散する。この命題は素数は無数に存在するという命題を含んでいる有限個ならば収束、すなわち発散しないはずであるが、それだけではなく素数の分布に関してより多くの情報を提供している。この結果は最初にレオンハルト・オイラーによりゼータ関数を研究することでもたらされた。 以下の証明は、ポール・エルデシュによる、より直接的で、また簡潔な証明である。素数が無数に存在することを証明に用いないため、その証明をも含んでいる。素数の逆数和は,は収束すると仮定する。番目の素数をで表すと、を満たすが存在する。と表示すると、は、高々通り、より、より。これはの任意性に矛盾。証明終わり、 双子素数に限ると逆数和和に収束することが証明されている、ブルン定数。番目の素数を求める素数生成式は存在しないと主張されることがあるが、これは誤りである。オイラーの発見した式は自然数がですべて素数となる。これは巨二次大ーミュラ号の類数がであることと関係している。一般に、で、多項式が素数の値を取るとき、 素数の値を、オイラーの幸運数という。ルビーの多項式、和で、すべて素数となる。同様にはで、すべて素数となる。和で絶対値はすべて素数となる。高い次数での多項式はあまり知られていないが和で、絶対値はすべて素数となる。ただしのでを取るなど、同じ素数が何度も出現する場合がある。多変数の多項式では、 すべての素数を生成することができる式がいくつか知られている。例えば、が、素数となる必要十分条件は、次のディオファントス方程式が自然数解を持つことである、誤解されやすいが、素数が無数に存在することの、ユークリットによる証明で使われる手順からは、必ずしも素数を得ることができない。なぜなら、最初の過程、最大の素数が存在するが正しくないからである。 実際に、でと、自明でない約数に分解できてしまう、最小の判例。長い間、数論、その中でも、とりわけ素数に関する研究は、その分野以外での応用の全くない純粋数学の、見本とみなされていた。特に、イギリスの数論研究者であるハーディは、自身の研究が、軍事的に何の重要性も持たないことを誇っていた。しかし、 この見方は1970年代には覆されてしまった。素数が公開鍵暗号のアルゴリズムに使用できると広く知られるようになった目である。現在では素数はハッシュテーブルや疑似乱数生成にも用いられ、工学的応用上重要度の高いものとなっている。公開鍵暗号のアルゴリズムとして RSA 暗号やディフィ・ヘルマン鍵共有といった 大きな数の素因数分解は困難であるという性質に基礎を置くものがある。RSA 暗号は、二つの大きな素数の掛け算は比較的簡単に効率的に行えるが、その積を素因数分解して元の二つの素数を求めることは難しいという事実に基づいている。自然界に現れる素数の一例として素数ゼミと呼ばれるセミの一種がいる。 アメリカ合衆国に分布する、このセミの成虫は、ある周期ごとに、13年内しは17年間の周期で大量発生する。成虫になった後は、数週間だけを地上で成虫として過ごし後輩と産卵を行う。このセミが、素数周期で発生する理由として、寄生虫や捕食者に対抗するための進化であるという、説や禁煙種との交雑を受けるためであるという説がある。 つまり、もしこのセミが12年の発生周期を持っていた場合、12の約数であるに、3、4、6年の寿命を持つ捕食者と同時に発生してしまうことになり、捕食対象にされやすくなる。また、地理的に近い場所で12年周期と15年周期のセミが存在した場合、60年ごとに2種は同時に発生し、交雑してしまう可能性がある。すると、雑種は、 発生周期がずれてしまい、同種の蝉との交尾の機会が失われる。素数の周期を持つものは、交雑が起こりにくく、淘汰されにくいと考えられる。また、ゼータ関数上の0点の分布の数式が、原子核のエネルギー間隔を表す式と一致することを示し、素数と核物理現象との関連性が示唆されている。整数の平方根や円周率などのように、素数にも、 語呂合わせによる記憶術がある。以下に挙げる。5. おさむき。